ガイウス・コエリウス・カルドゥスは、紀元前2世紀後期、紀元前1世紀初期の共和制ローマの政治家、軍人。紀元前94年に、執政官を務めた。カルドゥスは、ほぼ無名のプレブスである、コエリウス氏族の出身で、氏族は、エトルリアに起源を持つと称していた。カピトリヌスのファスティによれば、父も祖父もプラエノーメンは、ガイウスである。カルドゥスの祖先に、 好位官職に就任した者はおらず、従ってのウスホモの一人である。キケロによれば、カルデスは、ルキウスリキニウスクラッススと同い年であり、従って、紀元前140年生まれということになる。先祖に有力者を持たないカルデスは、出世にあたって、多くの障害に面した。キケロによれば、同じくのウスホモであるガエウスマリウスやガイウスフラウィウス、フィンブリアと同じく、ノビレスとは異なり、 大変な努力をし、大きな反対に直面し、娯楽を楽しむこともなく、ようやく名誉を手に入れた。カルデュスは、クアエストル選挙に立候補したが、落選している。しかし、紀元前107年には、五民間に就任した。この権限で、ガリア人のヘルエティー族とはずべき、講和条約を結んだガイウス・ポピ、リウス・レナトゥスを裁判にかけている。 陪審員の投票結果に影響を与える可能性を排除するため、カルデスは反逆事件を扱う司法委員会で秘密裏に投票を行うという方法を取った。このためレナトゥスの有罪判決は必死となり、判決前に被告人は亡命した。後にカルデスは自分がしたことを後悔した。同じ頃、カルデスは造兵官も務めているが、その時期に関して、 歴史学者 G ・サムナーは紀元前106年、エム・クルフォードは紀元前104年、V ・リアザノフは紀元前110年と考えている。カルデスによって鋳造されたコインはその時代の典型的なものである。すなわち表面にはローマ女神の横顔が、裏面にはクアドリガニるル・ィクトリアが描かれている。カルデスはヒスパニア・キテリオル族衆の総督を務めたが、 これも正確な時期は分からない。ティトゥスディリウスがヒスパーニアキテリオル属州総督となったのが紀元前97年であることからそれ以前である。紀元前100年または紀元前99年にプラエトルに就任しその年に赴任したかあるいは翌年に全法務官権限で属州総督を務めたと思われる。紀元前95年末の失政官選挙に出馬。 対立候補は二人で苦しい戦いであったが当選、紀元前94年の執政官に就任する。同僚執政官はプレブスではあるが、ノビレスのルキウス・ドミティウス・アヘノバールブスであった。執政官就任年の出来事に関しては、ほとんどわかっていない。ティトゥス・リウィウスのローマ建国史の要約では、ガイウス・カエリウスという人物が、 ガリアナルボネンシスで反抗的な部族を鎮圧したとしている。他の資料で該当する人物が確認できないため、現代の研究者にはこの人物はカルデスと考えているが、反対意見もある。キケロは、ブルトゥスの中でカルデスについて研究しており、非常に勤勉で高い能力に恵まれた人だった。また、有弁術も個人的な問題では友人の役に立ち、 政治的な問題では、自分の地位にふさわしいだけの能力を十分に持っていた、と述べている。弁論家についてでは、その弁論術は、人並みではあるが、それなりの弁論の能力を身につけたおかげで、高い地位についたと記している。カルドゥスには二人の息子がいた。長男のガイウスは、紀元前69年頃に、東方の属州の一つを統治していた。次男のルキウスは、 エプロネスの七人の司祭の一人であった。そのコガイウスは造兵官を務めており、カルデスの横顔を刻んだデナリウス銀貨を鋳造している。ありがとうございます。